はい始まりました企業明細チャンネルです毎日投稿しているのでよかったらチャンネル登録お願いします今回は建物の管理と事務職の正社員、えー、2年目22歳の企業明細を紹介します、えー、仕事内容はご利用のお客様の申請手続きと建物の中と外の清掃作業、えー、仕事に必要なスキルは特になし月の勤務時間は平均180時間で残業なし 収入が月収16万、年収192万、ボーナスはなしとなっています。次に給与明細書です。基本給16万。えー、っと、他の手当がなしで、総支給も16万となっています。で、控除が2万9304円引かれて、手取りが13万696円となっています。まあ、あれですね、出金日数は、 23日と多めなんですけど給料はそこまでない感じですね日当で考えたら23日出勤なんで8000円以下となっていますでボーナスもないんでまああれですね1人暮らしとかじゃなかったらまあまあやっていけるかなっていう実家暮らしとかだったらやっていけるかなっていう給料明細でした 今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします